クルってば、タクル！のんちゃん、今、声が。え？タクル、タクル！タク！タク、タク、タク！タク！だよ。タクル！ずいぶんと、騒がしいな。そうか、すぐ行く。タクル、わかる？私が誰だかわかる？わかるに決まってるだろう。クルス。タク、私は？誰だっけ？冗談だよ、オノエ。タク！痛いって。こら、意識が戻ったからって飛びつくやつがあるか。絶対安静だぞ。うん、意識もはっきりとしているな。でもよかった、目覚めてくれて。本当だよ、どれだけ心配したか。こいつらずっとお前があっち行っちまわないよう声をかけ続けてくれてたんだぞ。ああ、ありがとう。二人の声、聞こえてた。ううん、いいって。私たちとタクの仲じゃん。そうよ。それに、これ以上家族がいなくなっちゃうなんて。ウキ、あ。ありがとうございました、タクルさん。私は夢の中で、ほんの少しでも憧れの日々を送ることができました。
つまり山添右京を殺したのは自分だとそう言うんだな。はい、今言った通り、あの日彼女の命を奪ったのは僕です。だから逮捕してくれってのか。はい。だから僕を逮捕してください。どう思う？ありえないな。だよな。ありえないってどういうことですか？僕が右京を殺したということがですか？でも僕は確かに刺したんですよ。この手で右京を、ディスオードをリアルブートして。山添右京の遺体に目立った外傷はなかった。え？どういう意味です？どうもこうも言葉のままだ。山添右京の遺体に目立った外傷はない。一応事件の関係者ということで検視も行われたが、何らかの外的な衝撃で死んだわけではないという結論が出ている。要するに山添右京は自然死だ。そこに事件性はない。そんなバカな。僕は確かにこの手で右京を。それは確かなんだな。お前はディソードをリアルブートして山添を刺した。それは確かなんだな。だからさっきから言ってるでしょ。本当ですよ。なるほど。では可能性があるとすれば、いや、だがしかし。何ですか？教えてください。山添右京がお前を殺人犯にしないため、最後の力を振り絞って自らの死が自然死だったという妄想をリアルブートしたという可能性もあるかと思ったんだが、彼女が死んでしまった今となってはそれも。あるいはここがまだ妄想の世界だというのなら話は別だがな。胡蝶の夢。どうした、宮代？いや、今、人の影が。影？